ゲスト終わりだから見れる。あ、おめでとう。いや、ゲストは本当にね、なんかコウに一夜漬けタイプだったからさ。でもね、僕は知ってる、コウさんは、うん、全然勉強してないんだよね、コウね、やばいって言ってね、僕がね、50点の点数を出してる時にコロさんはね、88点とか出すタイプだから。みんな知ってる。コロさんはいつもね、なんか歌のレコーディングとかで一緒になるとさ、こうね、なんか、すごいね、この歌ねに難しくてあまり覚えてないよって、難しかったんだよねって言って歌ってるとこ見ると、いや、クソ歌ってんじゃねえか、クソゼラシーってなる。違う、コロさんじゃ自信がなくてさ。そう、でもコロさんはマジでね、そういうとこがあんだよな。なんか自信がないのハードルがね、クソ高くて。恥ずかしいな。どこがやねんってなる。確かにね、学生インの時はさ、あー勉強してねって言いながらね、ほらやっぱり結構な得点を取ってた気がする。コロさんはそう、なんかね、何でも器用に多分こなしてるんだよね、うん、ちょっとね、裏切り者だったよね、やっぱそうだった、うん、絶対そうで、僕とスバルちゃんが多分ちゃんとね、言った通りね、40点とか50点とか取ってんの。一夜漬けタイプなんよ、本当に。やっぱ記憶力いいんだろうね、コロさんはね。まあだろうね。いやでもなんかテストか、テストやだよね。あ、ダンスもそうだ、ダンスも。ダンスね。ダンスもさ、僕この振り付けすごい頑張ってねって、頑張ったって言ったらコロさんが、でもこうでもね、これなんか難しくてさ、全然できないんだよねって言って、じゃあ一緒に頑張ろうねって言って、コロさんはクソ踊れてる。ね、違う。ね。コウさんはだっていつもさ、ダンスね、でも大変だよね、コウも自信ないなって、嘘つけよってなる。コウさんはつまりこの中で何を言いたかったかっていうと、自信持っていいくらい何でもできるんよ。あ、そうなの。そう、すげえもん、そのね、自信に対する、自信のなさに対する、あの何、才能がやばい。むしろなんで持ってないのかが普通に、まあでもそれが謙虚でいいというのもわかる、わかる、わかるよ。嬉しい。ただ本当にね、許せないです。その点僕はできないのに自信がいっぱいあるもんだからさ、じゃあ僕はね、僕が今日引っ張ってあげるねって言うと、結局コロさんに引っ張ってもらう日々ですよ。そんなことないよ、うん、あるもん、あるの、あるもん。でもおかゆがそうやって褒めてくれるからね、怒んないでよ。だっておかゆが褒めてくれるからさ、うん、あれだよ、生きてる、生きてるよ。ほんと？そうだよ、おかゆ、でも褒めてくれる、なんかなかなかその声に出して褒めてくれる人っていないから。コロさんなんかもう褒めるとこしかない、もうムカつく、ほんとに。知ってる、みんな、コロさんはさ、褒めるとこしかないのにさ、自信がないの許せなくない？もう、おかゆ、おかゆかわいいね。あー、何笑ってんだよ。面白い。もうずるだ、もうほんとに。ずるじゃない。